番組の途中ですが、ここで YBC のスタジオからお伝えします。先ほど山形市で大きな揺れを感じました。山形県で大きな揺れを感じました。落ち着いて行動するようにしてください。落ち着いて行動するようにしてください。なお沿岸部では津波の恐れがありますので、念のため避難をしてください。沿岸部では津波の恐れがありますので、念のため避難をするようにしてください。先ほど山形市で大きな揺れを感じました。落ち着いて行動するようにしてください。身の回りの安全を確保してください。津波注意報が、出されました。地震の情報をお伝えします。これは太平洋側です。気象庁によりますと、先ほど午後6時9分ごろ、宮城県で震度5強の地震を観測しました。宮城県で震度5強、宮城の北部と中部です。震度5弱が岩手県沿岸南部、宮城県南部、福島県浜通りです。このほか岩手県から福島県で震度4を観測しています。震源ですが、宮城県沖です。震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。現在、津波注意報が宮城県側に、太平洋側に出されています。先ほど6時9分ごろ、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さはおよそ60キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 7.2 と推定されています。現在宮城県に津波注意報が出されています。また山形県内、この山形メディアタワーのある山形市でも大きな揺れを感じました。落ち着いて行動するようにしてください。各地の震度が続々と入っていますが、山形の震度入り次第お伝えいたします。先ほど6時9分ごろ、宮城県沖を震源とする地震があり、宮城県では最大震度5強を観測しました。そして宮城県には津波注意報が出されています。宮城県には津波注意報が出されています。6時9分ごろの地震で、震源は宮城県沖、地震の規模マグニチュードは 7.2 と推定されています。宮城県に津波注意報が出されました。また山形メディアタワーのある山形市でも大きな揺れを感じました。落ち着いて行動するようにしてください。何か倒れてきて家の中で割れているものなどがある場合には、家の中でも靴を履くようにしてください。また地震で怖いのは火事です。火の元の確認をしてください。まずは身の安全を確保し、その後火の元の確認をしてください。小さなお子さんや高齢の方がいる場合などは、声を掛け合ってお互いの安全を確認してください。